ポーチプロ野球チャンネル最後のなります、うん、ここまで話されてると、うんまあ、もちろん逆転 V を狙わないと、うんね、そういう夢もちろんいけないでしょう。そうでしょ、まだそうでしょ、まだただまあ大型練習は夢見なあかんでしょう。ここからとにかく上がっていかなきゃいけないんですけど、うん、チームとしてヤクルトだって6連敗したじゃん、現実問題ね。まだ分からんで、ね、今後ね、うんうん、やっぱりもう柱だよね。やっぱり先発の柱はちゃんとやんね、もう統合 CC 友幸っていうのは、うん、なんとかやっぱりあの7回とかそこまでは最低限投げてもらわないと厳しいですよね、うんうん、やっぱりクロールっていうのは、まあ、どこまでちょっとやるか俺も分かんないし、うん、どうかね。だったらもうそのまま対戦つなげるようなところまでいかなきゃいけないと思うんですよ。でその3本は3本いれば連敗しないんですよ、うん、だからその3本はしっかりしてほしいんですよ、うん、我々のところでもね斎藤槙原渡っていたから、はいはい、連敗もしなかったですよ、あいつらいたから。だからあのこの3本はローテーションはこの3人はなんとか引っ張ってほしいなってはありますよね、うん。まあ、東郷はもう今年は多分、ね、結構いくと思いますよ。最大賞争いに絡んでほしいよね、うん、なんとかね。あと直江とかね、ああいうのは出てこないから、はい、もう直江、まあ、ちょっと山口俊もね、はい、じゃあ俊はどうしてんの。俊俊なんか膝かな、俺俊は左膝をちょっと俊は俺なんとかしてほしいな、使えそうな気するね、うん、俊ね、うん、井上ですかね、新しいところ。あ井上、あいつ春とは手術して良くなったね、うん、あいつ140そこそこだったの今148ぐらい出ちゃうからね。そうなんですよ、うん、あれは面白いですよ、うん、あれはなんかこう今中っぽくね、なんかああいう風に育ってほしいんだよね。 あ、うん、あれやっぱりもうすぐやっぱりまっすぐ行くと思うんで、うん、あれも投げっぷりも良かったしね、うん、ね、打てるもんだろってまっすぐの評判良かったですよ、うん、ね、そうそう、うん、あとよりはいいんじゃない。俺よりはまあもうまあ、よりは今年がもう結構アバウトですよ。全部ストライクゾーンは全部高いし、うん、まあそこだよね、うん、やっぱ抑えまだこう低めにこうバーンっていく球ないんで、ツー、うん、シームがいいよ ね、うん、ね、あれをこっち側にどん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 こう、うん、攻める。新聞にも書いてるけど西本さんみたいになってくれたら面白いよね、ショートストライダーね。堀田健進がスピードというか威力が戻ってこないんですね少し。いやいやでも、うん、高卒で1年目何もねやって手術して、うん、そしてやっぱりすぐは無理ですよ、うん、俺ね本当堀田健進と山崎いろりはもう夏場までファームでローテーションで回した方がいいんじゃないかなって思った。だけど頭が足りないからあいつらも駆り出されたみたいな感じだった、うん、はい、うん、まあ、キャンプが一番早かったってことね。そう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 、どうなるいやだから投げるスタミナないから手術だけで、ね、キャンプが一番お前なんか頑張ってほしい、まあ、この辺はしょうがないですよね。キャンプで見せなくちゃいけないから、そうそう、まあ、絶対どっかであのガス欠になるのは分かってる話だから、うん、あと赤星投手の使いどころ、まあ、リーフでいいと思います。リーフですか。あそこでいいと思います。やっぱりあのコントロールはいいんで、やっぱり今まっすぐどんどん投げ込んでいってるから、うん、これ赤星いいと思いますよ、うん、本当バランスも良さそうやし、あの行かせる球を意識してボール、はい、抜ける球を掘っていけるかってとこやと思うよね。でその次の球を生かすためのボールをどこでこのカウントはこういう球持っていこうっていうのをしっかりバッテリー話し合って、そこだけだと思うけどね、うんうん、本当ファームでねちょっとくすぶってる選手、まあ、大江もねそうだし直江にしたって、まあ、戸田もとか、うん、今年すごい入れ替えすごいよね、うん、すごい激しいもんね。ほとんどみんな上に上がったんじゃない？今回の山本くんだっけ？山本くん、そうですね。伊藤ね、はい、ピッチャーで、はい。まあピッチャーの方は鍵となるのは3本の軸ですね。うん、ね、はい、だと思います。ね、ここがやっぱり年、はい、8月ちょっとフル回転頑張ってもらいたいよね、はい、本当にね。最後にあの攻撃の方で、まあ中心というか、まあ、鍵となるバッターというのは、やっぱりもう返していけてもカズマやると思う、うん、やっぱりね、あれはやっぱ上がってこないと、あのやっぱり動きが動いてる、点は入ってこない、活性化しない、うん、ほんまよ、カズマが上がってこないと大型練習ないと思うよね、うんうん、今のところこう丸選手がシーズン前にお三方と安定してる、丸選手が割と安定してから、ね、波がでも丸はこんなもんじゃないと思うよ、うん、だからまあ去年とかに比べればやってるけどだよね。本来もっとすごいよ。もうちょっとやってほしいよね、うん、正直なところ、うん、広島時代もっとすごかったもんアウトになんねえんだからもっとすごかったよアウトあのマロにやられたらいいね、アウトにならない、俺の中で思うとあの
3年間丸にやられたんだから本当に本当その丸選手どこに入れましょう。3番でしょ。3番、うん、3番4番やっぱ出塁率が抜群だからフォアボール取るしね、うんうんうん、4割ぐらいあるんじゃない。やっぱいいバッターって本当フォアボール選ぶよね、うん、ね本当に見てよ村上フォアボール70くらいでも坂本選手いるとしたらいるとしたら2番じゃないのね、はい、5番、5番か、あそう5番か、5番かな。やっぱりちょっと走れないだろうから。あそうやね、5番か。1番2番にいるとある程度動いて動くとそのなんですか、通りバンバンしようじゃないけどその詰まってほしくないから、うん、ちゃんとね普通に今まで通り走ってくれるんだったら2番とか入れたいけど、前に持ってきたいけど。坂本ショートでいいですね。ショート守ってなかったら勝てないよ。本当だよ。そうですね。1番吉川でしょ。ですか。吉川でしょ。いや直樹はでもいい選手になったね。吉川。ね、これ本当に。あとはこっから、うん、あと残り絶対離脱しないことですよ、ね。とにかく一番なんとか一番戦い切ることですよ。こいつは直樹は。頼むからくだらん骨折やめてくれと思う。本当に本当やっぱね動けば直樹に直樹じゃねえ、あと2番の方がいいけど。そうですね、もうね、大きいですよね。2番難しいですね。でも率から言ったらウォーカーになっちゃうね、うんうん、無理してだよ、はい、無理してハヤト入れてウォーカーとポランコと中田の調子がいいのを5、6、7でぐるぐる回すしかないですよね、うん、あとはそのハヤト次第。やっぱ岡本の後ろにある程度やっぱそれなりにね調子のように置きたいから2番入れますか坂本。もうでもこれでまた何かあったらもう終わっちゃうもんね、うん、もうこれでまた怪我とかって、はい、そうです、うん、これあの監督との話し合いでいいんじゃないですか監督との話し合いですか希望としては。いや希望は2番でしょう、うん、でもね希望は2番。これもうピッチャーとしてはこれ嫌です。いやウォーカーね頑張ってるのよ。2割8分ぐらいとホームラン16本17本って、うん、でも出塁率フォアボールほとんどないから、そうだからリスト変わんないんだよね。3割ちょっとぐらいだろ。出塁率は良くないんですよ、そんなに。フォアボールやらないから、うん、ウォーカー。あ、ウォーカーね。だから2番っていうのはどうなんかなと。あ、出塁率。ハヤトの方が全然いいから、出塁率もらうわ。7番ぐらいにいると怖い。最高のバッターと、最高のバッターと思う。で、5番誰でしたっけ。今なら中田じゃないの。今まで言ったら中田。中田をちょっと現時点で。このまま上り流になってほしいよね、どんどんね。3割ぐらいもうすぐやで。ポランコもいいで。ポランコウォーカーか。左右にしたいからポランコウォーカーの方がいいのかなと。ジグザグで行くんならどうなの。ポランコウォーカー大城。いやでも このメンツもすごいよ。これってくれたら本当なのよ。ポランコが280ぐらいまで上がってくれれば。でもショーもやっぱりね、今一瞬でしょ。一番ね、一番期待できそうなところだから。5番はいいね。後半バカとしてほしいよね、お前ね。うらっつってね、ちょっとドヤ顔を何回も見たい見たいね。いい子でいる人もう見るからやんちゃ坊さんだから。もう見るからにやんちゃでいいのよ。やんちゃな選手の面白いのよ、まあ、この辺はもう調子次第やろうけどね。打ってくれればですよね。ああ、ほんとほんと、うん、この面としたら毎試合5点は取りそうなバッターじゃねんけどな。毎試合5点はだからやっぱりそうなってくるとカズマになってくるよね。ほんとそうなの。カズマ申し訳ないけど、これやっぱりそうなの。4番なんだもん。4番だもんね、うんうん、4番打ち続けなあかんのよ。もうスランプ許されないのよ。もうでもカズマが打ち続けることが前提として、うん、まあ、もう一人ぐらいその鍵っていうか、これだったら中田と岡本プッてこう変える場合もあってもいいかもしれない ね、ちょっと刺激与えるためにも、うん、4番5番を原監督がどうするかですね、うん、本当そう、ね、それ面白いよね、うん、翔がどんどんね今いけばこの調子で、うん、ということで、まああれですね、噛み合えば上がっていく要素いっぱいあるんで、うん、まあ、確かにちょっと打線の方でリードしていただいて、うん、あとピッチャー陣のちょっとこの復調を待つっていう感じじゃないですか、この男性も、はいはい、申し訳ない、もうしばしすいませんっていう感じですよ、投手陣からすればね。8月26試合かなりタイトな予定ですけど、うんうん、かなり貯金を作らないと。だ貯金だって変なし、うん、最近も言って18勝8敗でさ、向こうがイーブンで5ゲームを縮まるだけやからね、だからある程度前半戦ここまでで
今試合下選手のピッチャー陣はほぼ一軍に上がってるんで、うん、まあ、それをいい経験として後半戦ね、いけたらいいな、誰でもいけるような体制をこれは整えることできてるから、もうやっぱり一軍のマウンドを経験してる選手が多いってことはちょっとこれは追い風かもしれないですね、うん、正直どうなんですか、こういう状況になるとなんとか CS には残ろうという気持ちも出てくるんですか。いや、まだでしょ、優勝しか見てないまだでしょ、まだでしょ、おいみんなマスカがあるぞって言ってるでしょ絶対。あ、そうですか。うん、一戦してもあんま上がらんぞっつって、うん、向こう連敗あるぞ、だからこっちも連勝戦にあかんと、うんうん、っていうとこだと思うよ。今からも早いよ、なんで2年になるのよ。巨人ファンは心配なんですよ。あ、そう。まあ借金返しましょうよってことですよ、ね、そうです、まずはね、そこからでしょ、うん、まず借金返して、はい、ヤクルトだって8月連敗あるから、その時に打ち上がって一気に縮めれたら9月夢見ようやってとこやね、まあね、うん、ミーティングでそういうに工事行ってると思うよ、はいはい、やっぱりこうドームは戦いね安いだろうし、うんうん、他は外ですからね、うん、この夏場ですよ、みんなドームになると生き生きしだしますからね。そうだ、他のチームここはいいねって、ここはいいってみんなね、何が張り切って村さんここはやりやすいみたいな言わないよねはい、そんな感じで、じゃあさてくれ、8月、はい、頑張ってください頑張ってください終わりますまだまだ